金ヶ崎の戦いは、南北朝時代の延元元年、県武三年から翌延元二年、県武四年3月にかけて、越前国金ヶ崎城に牢城する、日田義貞率いる県武政権残党軍の軍勢と、それを攻撃する、柴高常率いる室町幕府、北朝方の軍勢との間で行われた戦いである。五代醐天皇の県武政権と、 足利高氏の間に発生した、剣武の乱は、はじめ南朝が優勢で高氏を九州に追いやったが、同地で再起して、本州に上陸した高氏に、延元元年、剣武3年5月25日の港川の戦い、及び、同年6月から8月にかけて行われた第二次、京都合戦に大敗し、比叡山に逃れた。さらに、剣武政権軍は九月の大海の戦いでも敗れ、 10月10日、県務政権は、足利市に投降して崩壊した。一方、日田義貞と弟の脇屋義助は、五代醐天皇の二人の御子常吉新王と、御子と両新王や、公家の党院佐根らを伴って下山し、北陸を目指した。冠中の木の目峠越えにて、多数の犠牲者を出したものの、木ひ神宮の宮寺である、下七に迎えられ、10月13日に、 越前国金ヶ崎城に入城した。後醍醐天皇もまたは僕直後に京都を出して吉野へ逃れ、延元元年、県武三年12月21日に南朝を創始した。吉貞の入城直後、越前国守護、柴田勝根が率いる北朝方は金ヶ崎城を包囲した。高常は守りぬ固い金ヶ崎城を攻めあぐね、兵糧攻めを行う。 翌1337年、高氏は、皇子体を対象に、各国の守護を援軍として派遣し、金ヶ崎城を厳しく攻め立てた。蕎麦山城の秋谷義春、瓜生田持浦は援軍を組織し、包囲軍に攻撃をかけるが、救援に失敗。新田義貞、脇谷義介、東院佐根は援軍を求めるため、二人の御子と新田義明を残し、 兵糧の尽きた金ヶ崎城を脱出したが、再び、金ヶ崎城へ戻ることはできなかった。3月3日、北朝方が、金ヶ崎城に攻め込む。兵糧攻めによる飢餓と疲労で、城兵は次々と打ち取られ、3月6日落城する。御事と親王、日新田義明は自害し、常吉親王は北朝方に捕獲された。御事と親王、常吉親王、新田義差だ。 新田義明、脇屋義介、脇屋義春、当院さねよ、瀬孫寺、雪草、毛肘、修、徳能道綱、竜竜保津芝高綱、ね、甲子体、二木より明、今川より貞、細川より春、小笠原貞胸、円屋高貞。ありがとうございます。